ローンが30年払い終わるのが2003年か。俺が77、あんた73だ。30年、あなたはずっと私たちと暮らすの？死ななければね、お互いに。いつか私たちを、私を捨てるかもしれないわね。出家するんだよ。幼い美晴が出家するんだよ。まさか本気なの？本気なんだよ。どうして？俺にもさっぱりわからんよ。知ってるんでしょ？私もこんな小説書いてみたいって。作家の女と読んでくれたんですか？愛した男、女房の翔子です。そしてその妻。俺はあんたが一番大事なんだから。どうしてああ嘘ばかりつくんでしょうね。同じ男を分かち合う共犯にも似た特別な関係、同志みたいなものかな。あなたを私一人のものにしたいと。できるとも思わない。誰だって家庭があろうがなかろうが自分一人のものになどできないのだから。私出家しようと思ってるの。あちらにいる鬼。